チラン城、チラン城は、鹿児島県南九州知チ町長,長里にある日本の城、国の史跡に指定されている。初めてここに城を構えたのは、平安時代末期の頃の軍事、チラン中心と言われる。室町時代、足利高氏の下し踏みによって、島津忠宗の産男佐田忠光がこの地の領主となった。その後、島津氏の内向に伴い一時従院来休。 一族の配下となったが、1420年、島津久志豊が、移住院一族からこの城を取り返し、再び、佐田市の居城となった。その後、文禄県地等で、多少の移動はあったものの、佐田市は幕末まで、治安領主であった。しかし、11代当主、助ケたちの時に、治安城は、原因不明の出火で炎上し、一国一条例、発令前に、 チラン城は実質上廃城となった。2017年4月6日、俗日本百名城に選定された。蒸気のように火災のために、当時の建造物は全く残っていない。その代わり、その後ほとんど手が入れられなかったため南九州中世、城郭の典型例を残している。白洲大地を利用した南北800メートル、東西900メートル、 面積45万平方メートルという壮大な城郭で大きな谷を空堀として利用し、本丸以外の車は二重の深い空堀でさらに囲まれていた。中核となる本丸の田、今木、倉の城、湯葉城などの車と、四季武伝城、古城、塔の線、西の囲い、南の囲い、伊豆との屋敷等の出城から成り立っていた。 近年の発掘調査で15世紀から16世紀の中国当時後工通報、東南アジアで生産された陶器が出土した。ありがとうございます。